豊島よしお強い賢い王様の話昔インドのある国に一人の王子がありました 国王からは大事に育てられ国民からは慕われてゆくゆくは立派な王様になられるに違いないと皆から望みをかけられていましたところがこの王子に一つの癖がありましたそれはむやみに高いところへ上がるということでした 庭で遊んでいると大きな庭石の上に登って喜んでいますし部屋の中にいると机やテーブルの上に座り込んでいますそういう癖がひどくなると姉妹には校庭の大きな木によじ登ったり城壁の上に登ったりするようになりました 国王や家来たちは心配しましてもし高いところから落ちてけがでもされると大変だというのでいろいろ言って聞かせましたが王子は平気でしたある時なんかは城の中に飼ってある象の背中に乗って裏門から町へ出て行こうとまでしましたその象がまた兵糸はごく荒っぽいのに その時ばかりは王子を背に乗せたままおとなしくのそりのそりと歩いているのではありませんか国王はひどく心配しまして何か面白い遊び事を進めて王子の気を散らせるに限ると思いましたそれで多くの学者たちが集って いろんな面白い遊び事を考え出しては王子に勧めました。すると王子はこう答えました。高いところから周りを見下ろすのが一番面白い。世の中にこれほど面白いことはない。どうにも仕方がありませんでした。それでみなは相談して。 その癖がやむまでしばらくの間王子を広い庭に閉じ込めることになりました庭には木も石もなくただ平らな地面が高い壁に取り巻かれてる霧でした王子は朝から夕方までこの庭の中に閉じ込められましてどこを見ても 自分が上がれるような高いものは何一つありませんでしたそして到底登れないほどの高い壁が四方にあるだけなおさらつまらなくなりましたいろんな遊びごとを見なから勧められても王子は見向きもしませんでした芝生の上に寝転んで ぼんやり日を過ごしましたある日も王子は芝生の上に寝転んで向こうの高い壁をぼんやり眺めていました壁の向こうには青々とした山の頂がのぞいていましたその山の上には白い雲が浮かんでいて さらにその上遠くに大空が丸くかぶさっていましたあの壁の上に上がったらあの山に上がったらあの雲に上がったらそしてあの空の天井の上に王子は一人で空想にふけりながら大空を眺めているうちに 「いつかうっとりした気持ちになってうつらうつら眠りかけました」「誰かが自分を呼ぶようなので王子はふと目を開きました」「見るとすぐ前に一人の老人が立っていました」「真っ黒な帽子をかぶり真っ黒な服を着け」 真っ黒な靴を履き、手に曲がりくねった杖を持っていました。顔には真っ白なひげが生えて、その間から大きな目が光っていました。王子が目を覚ましたのを見て、老人はははハと小笑かく笑いました。王子は恐れもしないで尋ねました。 お前は誰だ老人はまた笑って言いました。誰でもいい。お前を試しに来たものだ。わしがお前を高いところへ連れて行ってやろう。わしと一緒に来るがいい。本当に高いところへ連れて行ってくれるのか。僕が望むだけ高いところへ。 うん、どんな高いところへでも連れて行ってやる。その代わりまた下へ降りようと言ってもそれはわしは知らない。それでよかったらわしと一緒に来るがいい。行こう。そう言って王子は立ち上がりました。しかし下へ降りたくなったからといっても もうわしは助けてやらないよ」と老人は言いました「高いところへ上がれさえすれば下へなんかは下りなくてもよい」と王子は答えました「それでは行こう」老人は王子の手を取って杖を一振り振ったかと思うと2人はもう 高い壁の上に上がっていました王子はびっくりしました「この老人は魔法使いに違いない」と思いましたしかし怖がることがあるものかと思い直しました見ると自分が今までいた庭や場外の町などはずっと と下下の方に見下ろされました。行き来してる人間が豆粒のように小さく見えました王子は嬉しくてたまりませんでしたそして城の高い塔をさして老人に言いました「今度はあの塔の上に行こう」老人が杖を振ると 二人は一番高い塔の屋根に上がりました王子はまだこんな高いところへ上がったことがありませんでした足元には広い城がおもちゃのように小さくなって一足にまたげそうでした庭や森や城壁や堀などが一目に見て取れて 連兵上の兵士たちがありの行列くらいにしか思われませんでした城の周りには小石を並べたような町並みが遠くまで続いていましたその末は広々とした野になって一面にぼーっと霞んでいました王子はただ うっとりとりめてい「ましたまだ高いところへ上がりたいか?」と老人は言いました王子は我に返って老人の顔を見上げましたそれから向こうの高い山の頂を指しました「あの山の上へ行こう」。 老人が杖を振ると二人は宙を飛んですぐにその高い山の上に来ました王子はそこの岩の上に立って眺めました城や町はもう一つの点ぐらいにしか見えませんでしたどまんじゅうぐらいななだらかな丘が起伏してその先は 広い平らなのとなり緑の毛線を広げたような中に森や林が黒い天を落としていて日の光に輝いている一筋の大河が帯のようにうねっていました「もうこれきりにしようか」と老人が言いました王子はまた夢から覚めたような気持ちで 老人の顔を眺めました。それから後ろの方の一番高い山の頂をさしましたあの山の上へ行こう老人が杖を振ると2人はまた宙を飛んでその山の上へ行きました王子はびっくりしました その山が一番高いのかと思っていましたのに、来てみると、さらに高い山が向こうにそびえています。王子は言いました。あの山の上へ行こう。老人と王子とはまたその山の頂きへ行きました。すると、さらに高い山がまた向こうに出てきました。 もう下の方を見回しても積み重なった山や遠いのが少し見える霧ではじめのような美しい景色は目に入りませんでした薄黒い雲がすぐ前を飛んでいきましたあの山の上へ行こう 王子は向こうの高い山をさして言いました「望むなら連れて行ってもいい」と老人は答えました「しかし帰りはお前一人だぞ城の庭へおろしてくれと言ってもわしは知らないがそれでもいいのか」王子は少し心細くなってきましたが それでも構わないと答えました。そして二人は向こうの山の上へ行きました。もう。何にも見えませんでした。薄黒い雲が足元に一面に広がっていて。遠くの下の方で雷が鳴るような音がしていました。雲よりも高い山だったのでした。 それでも向こうにはさらに高い山が突き立っていましたあの山へ行こうと王子は言いました王子はただ高いところへ上がっていくことよりほかには何も考えてはいませんでしたこの老人に負けてなるものかどんな高いところへでも上がってやる という気でいっぱいになっていました。そして二三度高い方の山へと老人に連れられて上がって行きました。ある山の上に来ると老人はそこにとんと杖をついて言いました。 お前の合情なのにはわしもあきれた。これが世界で一番高い山だ。もう世界中でこれより高いところはない。ここまで来ればお前も本望だろう。これからまた下へ降りていくがいい。はじめからの約束だからわしはもう知らない。これでお別れだ。 王子が目を上げてみるともう老人の姿は消えてしまっていました王子はぼんやり辺りを見回しました頭の上には澄み切った大空と太陽とがあるばかりでした立っているところは突き立った岩の上で目もくらむほど下の方に 白くもと黒くもとが湧き立って何も見えませんでした冷たい風が吹きつけてきて今にも大嵐になりそうでした王子は腕を組んで岩の上に座りましたいつまでもじっと我慢していましたしかしそのうちに だだんだん恐ろしくなってきました風が激しくなり足元の雲がムクムクと湧き立ってはるか下の方に雷の音まで響きました王子はそっと下の方をのぞいてみました屏風のように突き立った切り岸ではい降りていくなどということは到底できませんでした 王子は立ち上がりました。そして考えましたあの老人に助けを求めたくはない何命がけで降りてみせる僕が死ぬかそれとも打ち勝つかだ王子は石を一つ拾ってそれを力任せに投げてみました 石ははるか下の方の雲に巻き込まれたまま何の響きも返しませんでした「よし!」と王子は言いましたそして岩の上から真っ逆さまにムクムクとしてる雲の中をめがけて力いっぱいに飛び降りました王子ははっとして我に返りました 見ると！自分は城の庭の芝生の上に寝転んでるのでした。体中汗ぐっしょりになって胸が高く同期していました。しかし。いくら考えてみても。さっきまでのことが夢であるか、または本当であるかどうもはっきりしませんでした。 本当だとするにはあまり不思議極まることでしたし夢だとするにはあまりはっきりしすぎていましたどちらでも構うものかと王子は考えましたそしてまたこう考えました高いところへ上がるにはまず第一に また下へ降りらられれるようななな道をこしらえておかなけけばいけない。王子はそのことを国王へ話しました国王は大変喜んでそれからは王子を自由にさせました王子はやはり高いところへ上がるのが好きでしたがちゃんとその折り道をこしらえてから上がるので 少しも危ないことはありませんでしたこの王子は後に世界で一番強い一番賢い王様になりましたなぜならどんな高いところへ上がっても平気なほどしっかりした気象でしたから一番強かったのですし またちゃんと降り道をこしらえておくほど用心深かったから一番賢いのでしたそして王子は一生の間あの黒い着物の白禅の老人を自分の守り神として祭りました 豊島よしお強い賢い王様の話